はい、どうも、アキです。今回はですね、星空の神域、神々の、いわゆる神々をですね、ハトホルパーティーで攻略していこうと思います。まあ攻略っていうほどでもないんですけどね、挑戦。なぜね、こんな動画をちょっと喋りながらだと絶対コンボできないんで、許してくださいね。許してください、本当に。はい、なぜね、こんな動画を上げているかというとね、ちょっと理由があるんですね。それが今僕のチャンネルでは200本動画を、だいぶ見せてた、200本動画を上げております。まあほとんどパズドラのね、動画ですね。最近ちょっとパワープロとかもやってるんですけど、200本じゃねえ、190ね、9本動画を上げております。でね、視聴回数もね、まあ月々3万PV ぐらいあります。落ちてほしいな、落ちないか。でね、200本目、記念すべき200本目の動画、結構ね、200本っていうところ、あ、やばい、ずれた、めっちゃずれちゃった。ちょっとさ、ほんと話しながらだと全然できないじゃん。でね、こう200本という節目を迎えるにあたってどういう動画を撮ろうかなと思いまして、結果今一番自分の中でハマってるものを映像として残そうと思いました。で、今一番ハマってるのは、結果ね、考えてみればハトホルでしたので、まあこのパズルの下手さをとりあえず残しておこうということです。で、この時こんな下手だったなって言えるぐらいに、後々はパズルが上手くなりたいと。でもまあクリアはしますよ、言うて。パズルが下手なのにクリアできちゃうのがハトホルの良さなんですよ。今ね、ちょうど11分経ってますけども、チャレダンが来てるんですよ。だからチャレダンの動画も撮らずにね、やってるぐらいハトホルにはハマってる。このパーティーオール297にしようと思っています。今覚醒ミネルヴァのプラスあと100振ったら終わりなんで、このパーティーとね、あと光当てたらすぐ297にして、あとは白メタとね、とりあえずプラス振っとけばね、ハトホルパーティーはいいんじゃないかなと思っております。これね、けどドロップ2ウェイで、基本中は全員2ウェイ持ってて、光主体のやつと、かつ泥鏡がね7個ついてるんでね、結構理想的なパーティーだと思ってるんですよ、個人的に。火力も出るし、封印にだけ弱いですよね。ただはいはい、ということでね、ボスまではスキル使わずに、あ、やばい、見えない、あー迷った。今ね、火もう1コンボ作ろうかなとか迷ったけど、いいや。はい、ちなみに全モンスターの攻撃余裕で受けれます。そこがね、いいとこなんですよ、ハトホルの。こういう僕みたいなパズル下手なやつでも、もう楽しんでねプレイできる。あ、やばい。はい、このターンでまず、ちょっと待って、まずヘブンスラッシュ打ちます。そしてこのターンでドロップの調整を行います。闇上で一列水、闇上で一列と水をこれくらい消しとこう。よし、ドロップの調整ができた。で、全然一発受けれるんで、ここでですね、こうして、はい、これで本気出します。そしたら2ウェイが2つ作れるんで、杖2つ作ってね、あとは適当にパズルしたいと思います。いきます。さあ、200本目の動画を飾ろう。これでダメ、あ、ダメ、よし、うまいこと、なんとかできた。
バーンということでね、ハトフルパーティーでも十分こうやって下手くそでもクリアできるんでね、あのハトクリアしないって方はぜひハトホールでクリアしてみてください。ということでね、これが200本目の動画となります。ご視聴ありがとうございました。これからもねぜひぜひこのチャンネルをよろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。アディオス。